体を寄せられました。10番の松原、あ、エスカルスの松原です。抜けてきた、抜けてきた、中途中にエリア行った、今のも決定的でしたけどね、松原君ですね。大事なところでのミスでした。ここ伊藤得意のプレーから初めて伊藤があの位置まで来ました。素晴らしいあのコントロールでしたよね。ずっとむしろあの広永の方が左サイドで前にかかることが多くて伊藤は自重しておりましたが、この伊藤が素晴らしいプレーを見せました。